けてもらうと。ダジャハオ、ハービワン、皆さんこんばんは、ケイママです。ハロー、アパーカバスモア。今日は家族みんなでナンが美味しいと評判のクアラルンプールにあるベストチーズナンというお店にやってきました。よろしければ最後までご覧ください。それではレッツゲスターティーツ。 RSMY の意味は R がレストラン、 S がスルラ、食欲、MY がマレーシアの2文字の国名コードだそうです。こちらがメニューです。梨がご飯、ロッティがパン、付け合わせのサイドディッシュもありました。写真付きが嬉しいですね。5種類のチーズナンがありました。チーズ好きにはたまりませんね。ナンの他にも薄焼きのパン、ロッティがあり、どれも美味しそうで目移りしてしまいますね。ドリンクメニューも充実していました。こちらはお店の看板メニュー、チーズナンです。ナンは小麦粉で作った生地を発酵させて釜で焼き上げるインド料理の人気メニューの一つです。チーズを包んだ生地を平たく伸ばしていきます。こちらはタンドールという壺釜型のオーブンです。釜の内側にナンを貼り付けて焼きます。ナンの他にタンドリーチキンも釜で調理されていました。ガスではなく備長炭を使われているようです。釜の中の温度を高温維持するために釜の入り口が狭くなっているそうです。1分ほどでナンが焼き上がりました。こちらはチャパティというパンです。チャパティはタンドール釜を使わず鉄板で薄く焼いています。インド式のミルクティー、チャイを2種類注文しました。日本のみんなコーヒーみたい。コーヒーではなくてチャイの上にクリームが、ホイップクリームが乗ってます。いただきます。あ、いい匂い。シナモンのいい匂い。おいしい。こちらのお店のナンがすごく美味しいんですが、タンドリーチキンが美味しいと評判のようなのでタンドリーチキンも注文してみました。タンドリーチキンは香辛料なのに漬け込んだ鶏をタンドール釜で焼き上げた一品です。スプーンとフォークで力を入れずに簡単に切れるほどとてもジューシーで柔らかいお肉でした。タンドリーチキンにつけるソースはピリッと辛い唐辛子のソースでした。タンドリーチキンいただきます。イザナボイタンドリーチキン、エビとスパイシー。You want one more タンドリーチキン？ Yeah？ うん、うん、めっちゃ柔らかい。美味しい。柔らかくて美味しい。チキンのリーチキンアプリドラムスティック。ドラムスティック。ありがとうございます。タンドリーチキンがものすごく美味しかったので追加で1人前おかわりしました。そこまで辛くないです。
The song is garlic butter. Garlic butter naan. And this is butter naan. で、これがチーズナン。チーズ増しのチーズナンもあります。こちらは普通のノーマルチーズナンなんですが、結構なチーズが入っていました。おいしい。チーズナンいただきます。ふんわりもちもち、超おいしい。濃厚なチーズがたっぷり入っており、とてもおいしいチーズナンでした。ナンの生地に使われている小麦粉の甘さとチャイが相性がよく、とてもおいしかったです。ガーリックバターナン、いただきます。モールのレストランはありませんが、食事どころでよくおもちゃやお菓子の売り子さんがいらっしゃる場合があります。チーズナンナイバターナンは刻んだニンニクを振りかけて焼いているようです。ほのかにニンニクの香りはありましたが、強烈な匂いではありませんでした。なんせだ、ガーリックナンもとても美味しかったので、ぜひ注文してみてください。プレインナン、いただきます。もっちもち、めっちゃもちもち、超美味しい。マレーシアの飲食店内では原則禁煙です。ごちそうさまでした。全部食べました。大満足です。レストランで感想を撮影したんですけれども、私の声がね、大きくなくってうまく声が入らなかったので、自宅に帰ってきてからもう一度撮影をし直してます。3種類のナンを注文したんですけれども、3種類ともですね、それぞれ、食感が異なりまして、すごくね、美味しかったです。でチーズナンとガーリックバターナンとバターナンの3つを注文したんですけれども、一番やっぱり私が好きなのはチーズナンでした。はい、エクストラチーズではなかったんですけども、普通のノーマルチーズだったんですが、十分にね、たくさん、もうそれでもたくさんのチーズが入っていて、食べ応えがあってすごく美味しかったです。他の2つもすごく美味しかったです。ガーリックバターナンに関してはニンニクとバターの風味がすごくよくって美味しかったですし、バターナンに関しては今回3つ注文したうちの一番もっちりとした食感でした。もっちりもっちりでした。本当に美味しかったです。いかがだったでしょうか。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。私はインスタグラム、ツイッター、ブログをしておりますので、よろしかったらフォローお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。私が初めてマレーシアに来たのが15年前。宿泊先のイスタナホテルの部屋から見たツインタワーが今でも忘れられません。当時と変わらず今もきらびやかに輝いて美しいマレーシアのランドマークのケールタワーとツインタワーでした。